ポリチャノールスパープルプレイやっていきます。今回は SR でも強すぎるかぐや加入で天命新時代 PA 以上の選手量産開始かということでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。ということで皆さん、かぐやゲットして使っておりますか？性能を後ほど解説しますが、まあ一言で強いというキャラクターになっています。天命高校にも非常にマッチしたキャラかなというところです。で、皆さんから SR のかぐやどれくらい解放してたらデッキに組み込んで使っていけそうですかっていう質問が一番多くいただきます。で、PSR を保持している方というのは全体層では多くはないのかなというふうに思っているので、今回は僕の方で SR を45にして使っていく形でお見せできたらいいかなっていうところと、その質問にお答えする形としては、精神ボーナス4まではつけれたらいいかなというふうに思ってます。というのも、45で筋力ボーナス10がつくので、これも強力なんですが、固有ボーナスですでに筋力ボーナスついているので、この45の筋力ボーナス10よりは37の精神ボーナス4、そして40の精神ボーナス8の方が重要かなと個人的には思っております。ここがついてくると走塁練習改革の効果もあり、走塁練習でタックした時に、かぐやちゃんでも多く落とし物経験点ですね、拾うことができるようになるので、まあ、このあたりは重要かなというふうに思っております。で、45は厳しくても、やっぱり、博士像とかを使ってね、37、40だったら持っていけますよって方も多いと思うので、ぜひそんなような形で進めていただけるといいんじゃないのかなというふうに思っております。で、得意練習率アップもしっかりと持っておりますし、そして試合経験点もね、あるのでね、本当に天命高校で強い選手を作る上ではね、欠かせない存在になったなというふうに思っております。超特殊能力の方も情熱エールと上り竜がゲットできる形になっていて、そして何よりね、新要素の友情特殊能力ですね、これが非常に強力になっています。画像をこちらに出しますが、作成中対象のイベキャラの評価ゲージが最大になると2周目のゲージに切り替わります。ピンクの評価になって、そのピンクの評価が一番右まで行くとループするという形ですね。そしてゲージが1メモリ溜まるとゲージが光り出し、その状態で一緒に練習すると練習後に友情イベントが発生します。友情イベントが発生すると友情特殊能力のコツとおまけに経験点や体力回復などの効果を得ることができます。ということで、かぐやちゃんからは月の使者のコツをゲットすることができます。これもね、非常に強力になっていて、しかもね、甲子園の間でもコツを拾うことができるので、コツレベルもね、5にすることはそんなに難しくはないです。なので、強い選手を作っていく上ではね、もう必ず必須級という形になっているのかなというふうに思います。はい。そして今回はそんなかぐやちゃんと皆さん配布でゲットしたであろうサンタ、しどりみ、そして常設キャラクターになっている天命勢ですね。3人まとめさせていただいて、デッキの平均レベル45以下にしています。そしてフレンド枠に怪しいものへの天使を借りて進行確保を作るという形ですね。サポートの方はコノハとアクツでやっていきたいと思います。それでは行きましょう。はい、ということで早速やっていきましょう。持ち込み招き猫とカロリーバーですね。で、まずは全体の評価を上げていきましょう。これに関してはかぐやが入っても入らなくても同じ流れですね。タック練習を引き出して展開タックに早くつなげていくことが経験点アップの鍵になると思います。で、かぐやの評価もしっかり上げていきましょう。まあ、かぐやはやっぱりタックボーナスが高いのと基礎ボーナスも2種しっかり乗っているので、タックに絡んだ時に取れる経験点が非常に大きくなってますね。これは SR でも解放していくとより強くなっていくという形になっています。で、ここは走塁練習に2人人が固まっているので、ここを踏んでいきましょう。まあ、本当に序盤はこの流れですね。で、今アクツがサポートくれましたけど、こういう形で2人で踏んだ時に砲撃4個しか埋められないんですけど、サポートでね埋めてくれると一気に砲撃台埋まるので、まあ、これが何回出るかっていうのも非常に重要ですね。うん、体力がなくなってきました。このあたりも、気をつけていきたいですね。持ち込みアイテムカロリーバーあるので、うまく使いながら立ち回っていきたいですね。で、あとはお供え物が
練習に何個あるかがもう重要で、まあ、そこも見ながらしっかりと練習は選択していきたいところです。で、マニーとあとはトグサのコンボイベントが起きました。序盤に起きてくれるとね、2人の評価も一気に上げられるのでかなりありがたいです。で、これは守備練習を踏んでいきましょう。肩に4人集まってるんで、踏むと一気に評価は高められるんですけど、すでにね、砲撃台埋めているところなので、まあ、あまりメリットとしては大きくないのかなって感じです。そして、いきなり守備で天守が救ってくれそうですと。ただ、これに関しては、打撃練習3人固まっているので、打を踏んでいって、しっかりと砲撃台を埋めることを優先したいと思います。体力がねかなりなくなってきているので、回復イベントを、まあ今回復イベントが起きたんですけど、まあこういうのを取ったりするのもいいと思いますし、体力を減らした状態でこのタックを踏むことで、和田水葉の効果を高めるのもいいかなというところですね。今はうまいこと天守がタックしてくれたんで良かったですけど、まあ、このあたりはリスクをどれぐらい取るかは皆さん次第かなというところです。まあ、セクション1位に関してはね、それなりにリスクを取って進んでいいんじゃないかなっていうふうに思ってます。で、これでまずは展開タック1回目、でしっかりと技術精神が入る形になりましたね。まあ、精神ポイントをいかに稼ぐかっていうのはこのデッキではテーマになってくるので、天守とか精神ボーナスを持っているキャラクターのタックは積極的に絡んでいきたいなというところですね。うん、3箇所光っている。打撃練習も3人人が固まっているので、これもかなりありがたいですね。で、経験点振りはもうほぼほぼカットしてあるので、スムーズに見ていただけるんじゃないかなというふうに思います。で、ここはジュースをお願いして敏捷を取っておきます。あまり敏捷点今は取れてない流れなので、取っておきたいかなというところですね。おお、筋力練習うまいけど。あ、ここはメンタルで砲撃台埋めて、次のセクションに向かっていきましょう。うん。まあまあのセクション1でしょう。6595点。で、砲撃台に、まあある程度埋めていれば、まあそんなにセクション1で経験点が出なくても、まあ、悲観する必要ないと思います。で、ここで、ヒアルカの、塊があるソウル遺伝子。まあ、これも、かぐやのおかげで作れているものなので、まあ、このあたりが強さの一つの秘訣ですよね。強っ。落とし物経験点、えぐいことになってるな。走塁に一気に経験点が溜まりましたという話と、4箇所光ってるんで、なんとかヒアルカ絡めながら打撃練習取りたいですね。うん。ハニヤモチも隣なので取ってしまってもいいかなという感じはあります。まあ、ただ、敏捷点がまだ回収しきれていないので、経験点バランスには気をつけて進みたいなというところですね。はい。で、踏んでいきましょう。うん、いいんじゃない。天守の打撃タックがかなり効いてるな。よし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 、技術精神。走塁踏みたいな、こうなってくると。結構ね、技術精神はいい塩梅になってきてるんで。守備練習、まあ取るなら守備か筋力って感じですね。まあヒアルカの筋力でいいのかな。今ね、和田水葉の効力がほぼ得られない状態になってしまっているので、まあ、守備練習に行くメリットが極端に薄いんですよね。なので、まあどっちって言われると、これに関しては筋力にした方がいいかなという感じはあります。和田水葉も今筋力の方向にいたので、ここはもうヒアルカも調整して動かす感じです。うん、まあ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 いいんじゃないですか。だから体力をね、逆にこう落としていくっていうところは、本当にこう、
難しいというか、まあ、考えながらやる必要はあるかなというところですね。うん、すごいメンタル好きだな、みんな。みんなメンタル俺な。走塁練習踏みたいんですけどね、なかなかこう、いい塩梅で人が集まってくれないので、まあ、この辺はささっと経験点を振りまして、で、打撃練習行きましょう。うん、守備職人入りました。で、阿久津がサポート入れてくれました。しどれみでもいいし、筋力拾ってもいいし、ただ敏捷点は取れなさそうですね。で、普段かぐやとあとはしどれみみたいなキャラクター、まあ走塁練習を持ってるキャラクター、得意練習率アップも持ってると相当光るんで、こう敏捷点どういう風にさばこうかななんていう風に考えるんですけど、今回に関してはまああまりこう走塁のタックが絡んでない状態です。結構サクセスによって動きとか、まあこう流れが変わるので、そのあたりは臨機応変に動ければいいのかなというところですね。これは精神が凄まじく強そうな練習状態になってますね。お供え物の数はかなり使いそうですけど、まあ、精神を稼ぐという意味では、完璧な位置取りになります。で、この練習に、かぐやがいることも非常にこう精神の経験点、まあ、特に落とし物に関してね、大きいので、ここは積極的に拾いに行く感じです。うん、いいですね。3000点ぐらい落ちるかな。ああ、落ちてますね。3734点落ちてます。技術も大量に入ったので、まあとにかくあとは肩とか、あとは、走塁練習をうまく踏んでいきたいんですが、うまいことその辺は今は絡んでないという状態ですね。なので、本当に練習の踏む順番、このあたりも意識していくと、こう、綺麗にサクセス進められるんじゃないかなというふうに思います。どうしてもね、こう、噛み合わない時っていうのはあったりするので、その時には海岸とかをね、うまく使いながら回していけばいいのかなっていう感じです。で、クリスマスのサンタイベントと。いや、しどれみのサンタ、本当に強いっすね。うん、打撃は強いが、今は欲しいものがそれじゃないという状態です。精神も強いんですけど、経験点がうまく振れるかっていうところで、まあガーッとここは、振りまして、省略させていただきました。で、ここはうまくさばききれないので海岸を仕掛けていきます。独身術強いですね。で、もう一回いきます。まあ、デッキ的には技術は、まあ、結構な頻度で余るので、まあ、そこをうまく使っていくのと、精神もね、今回はうまく取れているんで、その二つで海岸という感じです。規約ヘッド海岸できました。で、精神踏みましょう。うん。で、ここは体力全開になっているので、やる気を戻しに行きましょう。大吉、すごいね。守備強いね。いや、本当にね、青の砲撃がね、なかなかうまく活かせてない状態です。ただここは走塁練習2人入ってくれて、しかもお供え物もね、ある程度取れそうなんで踏んでいく感じです。うん、いいんじゃない。しどれみとあとはかぐや、マジ頑張れ。うん、打撃練習で一応ことは起こせますが、ちょっとここは渋いですね。まあ、ただ行くところが他ないので、打撃練習でタックを起こすしかないかなというところです。で、近くに神様いるかと言われると、まあ、それもいないので、とりあえずハニヤ持ちで様子を、お昼ぐらい追加した方がいいのかな。まあ、できれば、例えば、美濃和地とかをね、この辺で刺すとか、あとは、
和田瑞葉が、まあ、そこまで遠い感じでもないので、まあ、そのあたりを指すとかね、やれたらいいのかなって感じです。うん、十分でしょう。はい、ではちょっと精神危ないな。ガーッと振りまして組んでいきましょう。よし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 。特にトグさんのタックだと筋力と精神もパッと入ってくるので結構大きいですね。盗塁練習を踏ましてくれ。うん、よきよき。体力の消費はありがたいです。肩に少し寄せつつかな。やるか寄せましょう。うん、で水は多分今は入れなくても全く問題ないと思うのでこの形で踏みます。もう少しヒアルカーの効果をうまく活かせるようにタック待ちたかったりはするんですけど、やっぱ踏むところがない状態がまあ一番悪なので。カッターうまいね。うん、ここはカッターですね。このカズチ強いんですけど、今ちょっと踏むといろんなところの砲玉台バランスが悪くなるので、ここは回避しておきます。で、整骨もらいました。で、セグに終わって31,779点ですね。今のところは8万点ペースになってます。うん。いやー、打撃行くしかないな。この辺がね、なかなか、噛み合いがね、難しかったりはしますよね。踏んでいきましょう。タックはね、もう、水物といえば水物なので、まあ、このあたりは、こう、うまいことね、いろんな箇所で展開タックできるように、待ち伏せしながらというのが定石かなというところですね。守備もありがてえな。肩と守備迷いますけど、バランス的にはやっぱり肩に行って、しっかりと筋力を取れるような形を残しておきたいかなという印象です。うん、他行くとこないしね。光が強い。光が強い。砲玉強。うん。筋力の経験点落とし物2700点入りはそうです。打撃でいいんかな。これもう踏みたいけどな。走塁強いですね。普通に光を入れて取るのもありだと思いますし、こっちだとお供え物が3つ入るのが結構大きいので、今回は打撃踏んでます。で、また光ってくれました。筋力も取りたいね。わー、守備取りたい。筋力も守備も取りたい。ただまあ、ここ体力結構減ってるんでね。まだ水派で良さそうな気はするが。まあ、ハニヤ持ちのパワーがどれくらいあるかにも結構影響はされますが。残り4ターンなんで、ここは素直に行く感じですね。うん、ちゃちゃちゃっと振らせていただいて、ここは踏んでいきましょう。うん。ナイス。技術ある程度入ってきそうですね。よし、任せろでチャンスもらいます。うん。ここに関しては、メンタルじゃないか。守備練習で良さそうですね。はい。で、守備踏みましょう。うん。で、マニーもイベント走りました。しっかり完走して、両方ともかなりでゲットです。うん。肩練習ですね。打撃のタックを巻き起こす形もいいと思うんですけど、まあ、あまりお供え物の数がないっていうところと、ここ二人であれば、落とし物をついでにね、回収していきましょう。
うん、よき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 。やっぱり確定っていいですね。本当にドキドキもしないし、強いな、そういう意味では。で、ここはマニーちゃんから筋力もらっておきます。走塁光ったか、どうしましょうかね。取れるんだったら取りたいんですけどね。うん、結構走塁の周りに人も固まってくれているので、少しずつ集めて取っていきますか。うん、いいでしょう。よし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 。うん、まあまあそれなりの点数が落ちました。まあ、この辺がね、倍ぐらいになるような動きができていれば。おー、強い。それはありがたい。一気に総力も101まで伸ばしました。ちょっとどれぐらいまでいけるかわかんないですけど、まあ、上限突破は確実にいきたいので、こんな感じにしております。で、かぐやイベントが走りましたね。1回目です。肩かな。筋力すごいね。一気に振っちゃいましょう。結局こういう風にいろんなバランスがセクション進むごとに変わったりするので、海岸はちょっと早すぎる海岸に関してはデメリットになりやすいんじゃないかなという風に思います。なので、まあさっきみたいにね、さばけないどうしようみたいなところであればしょうがないと思うんですけど、まあ、極力我慢して最後の方に持っていった方が理想的なバランスにはなりやすいんじゃないかなっていう話ですね。うん。めちゃくちゃ回復する。減らす余地がない。減らす余地がない。和田水葉フル虫状態になってる。おう、3箇所光ってますね。うまいな。打撃取るか。かなり悩ましいですね。お餅的にもあと5個しかないので。いやー、でもこれだかな。いやー、でも筋力かな。難しいな。うん、なかなか選択が悩ましいところですね。ここは美濃和地入れつつ、集客と角にある程度振っていきましょう。よし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 。ここは、うん、メンタルで良さそうですね。うまいこと技術精神取れそうです。ただまあ技術精神取れてるのはまあ本当にありがたいしいいことなんですけど、思ったよか走塁がこうさばけてないので、まあ、そうはサボり癖。セクサン終わりで54,028点です。十分すぎるほど点出てますね。で、監督狙いでサーチかけていなさそうなので、ここは通院しておきましょう。しっかり治ってくれました。はい、行きましょう。はい、勝てました。ということで次行きましょう。うん、ムードですね。で、試合に関しては今みたいな形でカットしてあるのと、あとは甲子園まで行った際にはまあ1回戦2回戦、そして3回戦と呼べばいいのかな、まあ、一気に飛ばして進めさせていただきます。まあ、正式には、準決勝、準々決勝、準決勝、決勝になるのかな。うん、ここは走塁を踏みたいところですね。ちょっと誰か持ってきて、落とし物経験点は入らないものの点数は入れておきたいなというとこですね。うん、お供え物も4つあるしな。ここは走塁を踏む以外の選択肢がかなり狭いかなっていう感じはします。うん、ちょっとずつ寄せましょうか。いや、迷ってんな僕も。
結構ね、この辺の一つ一つの判断は、まあ、どっちが正解、どっちが不正解って、本当に微妙な差で変わるので、まあ、自分が信じた方向には進んではいるんですけど、本当に大丈夫かな、なんていうふうに思いながらサクセスしたりしてますね。うん、ここは走塁に固めまして踏んでいきましょう。うん、いいんじゃない。ナミちゃーん、女敏捷が取れてない。あまり敏捷伸ばしてないよね。あー、101まではいってるけどって感じか。打撃取るか。うん、落とし物の回収もね、そろそろ考えつつ動きたいので、なかなか難しいですが。で、能力バーッと振りまして、打撃踏みます。うん。しっかりと砲撃も埋めてきてます。で、かぐやがイベント走りまして、2回目ですね。で、しどれみもしっかりと金徳くれました。走塁強そう、踏みてー。2箇所。これでいいか。萩山地近いから移動させようかな。ただ4か、無理か。4しかないわ。4ね。一気に振ってここ踏んでいきましょう。まあ、本当にヒアルカで2個3個得意練習が光っていれば、それだけでかなり点数出るので、まあ、臆せずには進んでいきたいところですね。強、めちゃくちゃ強いやんこれ。うん、この肩練習は強烈ですね。あとはどうにかこうにかヒアルカ入れたかったっすけど、近場にいなかったんで、まあしょうがないですね。ここは走塁を踏んで、次以降2人来ることを願っておきましょう。うん、情熱エール入りましたね。あとはエピローグの時に超特殊能力をね、取得させてもらいましょう。で、肩に動かしてこう踏んでいきます。はい、経験点振りまして一気にいきましょう。よし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 。うん、結構いい形でバランス整ってきましたね。なので、まあ、最後の方は結構帳尻を合わせる感じでいいんじゃないのかなっていうふうに思ってます。で、落とし物経験点を回収せずに7月4週終わるともったいないので、まあ、そのあたりもしっかりとこう見定めながら進行していきたいですね。うん、ここは肩でも良さそうだけどな。まあ守備でもこうお供え物をしっかりとね回収しつつでいいのかなって感じです。うん、個人的には肩の方が好きですけどね。あ、ここは守備いきましたね。ああ、なるほど。いやー、筋力もうまいなー。動かせるお供え物があればもう少しかなり面白いんですけどね。うん、振るかな。ここは筋力ですね。移動もさせましたし、和田瑞葉も入れて踏んでいきましょう。うん、いいですね。2000点落っこったんで、これは、まあ、1回は回収したいですね。1150点ぐらい。うん、1134点。プラス16。余りと。で、ここは集客振って、肩練習取りまして、かぐやの月の使者をまた重ねていきましょう。まあ、レベル5まで上げればかなり効率いいと思うので、まあ、そこはしっかりとやりたいですね。経験値振りまして、次行きましょう。
しっかり勝てました。打撃唯一光ってますけど、ちょっともうあと3周しかないので経験点の回収進みたいですね。筋力もありだけどな。はい、うん、いいでしょう。いやー難しいね。走塁を踏みたいには踏みたいんですけど、間違った走塁、精神が入らない走塁を踏んでしまうと一気に枯渇するので、ちょっとずつバランスしながら進みたいですね。うん、ここは精神を取りまして、落とし物経験点をしっかり回収しましょう。はい、ということで勝てました。で、甲子園に入ってあとは先ほどお話しさせていただいた通りで一気に一番最後まで進みます。これ筋力と守備で相当迷いましたけど、一応お持ちがあまり多少あったので和田瑞葉入れながら、練習できたらなというところで、ここになるだけ人集めたかったんですけどね、ちょっとほとんどどこにいるか分かんない状態だったんで、和田瑞葉そのまま入れました。はい、うん、いいんじゃないですか。で、一気に最後まで進ませていただいて、このサクセスは終了という感じになります。で、まあ、かぐやがね、しっかりと走塁練習改革からの、まあ、いろんな経験点をね、一気にくれるっていうのが強かったですし、まあ、本当に、SR でも使いやすいキャラクターですね。そして、ピローグで登り竜までくれると。いうところで、最後 77,226 点でした。で、経験点ガーッと振りまして、1,2,3,5,6,7,8,9,10,15,17 だね。結構珍しいよ、こんなの。47,75,46。調整力のおかげで、ね、相当伸びるようになったんで。はい、ということで、PA の真ん中5メモリぐらいですね。できましたと。いうことで、まあもう本当に大量生産できるんじゃないかなというところです。まあうまくね、かぐやを使いこなしながら、みんなでいい選手を作っていきましょうというところで、今回の動画は終わらせていただきます。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価、コメントでもいただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。